ナンバー11番山口凛花さん。凛花さん、まあ、表情も色っぽいですね。ねえ、もう覚えちゃったこの表情。これいざという時にこの表情出せるか出せないかでね、人生のクオリティ変わってきますよ。あら、素敵素敵です。もうどうしよう、まだキッズですよね。はい、まだキッズ。なんてこった、ね、ありがとうございました。